はい、たけし農場です。白菜のね、種まきします。これは苗取りで、苗を取ってね、今度は違う場所に移動します。で、1ヶ月前にね、7月中旬の頃まいたんですが一応芽は出たんですけどね、暑くて、定食できずにね、挫折しました。2回目です。はい、大丈夫かな、全部取れたかな。はい、で種がね、坂田後輩の体感温暖、冬月の90っていう品種です。あれ、 なんかまだ入ってそうだな。あれ、ここら辺に なんか硬いものがあるんだけどね、よいしょ、出てこないな。あ、出てきた、出てきた。はい、で、まき時が9月から、あ、8月から9月だ。8月から9月ってなっております。で、8月中旬なんでね、大丈夫でしょう。はい、そういうわけでね、いつものように筋巻きに巻いていきます。よっ、よいしょ。で、このままカメラを移動します。よいしょ。で、先ほどね、足で筋をつけました。いつものようにね、筋巻きにします。まあ、ここでね、ずっと大きくするわけではないので、はい、こんなもんで大丈夫かな。はい、筋巻きにね、いつものように巻いていきます。ちょっとね、汗落としちゃいましてね、種が濡れました。
はい、巻き終わりましたんでね、袋します。はい、終了です。動画の方は一回止めます。はい、キャベツです。これも酒田の種ですね。あまうま大玉キャベツって書いてあります。よっ、よっこいしょ。はい、じゃあ動画はよっこいしょ、このままこのまま映しちゃいますと。はい、じゃあ巻いていきまーす。はい、袋をします。
はい、キャベツの種まき終了です。